木崎の九州グルメ日誌は、九州福岡を中心に飲食店を紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。おすすめのお店など、コメントで教えていただけると嬉しいです。こんにちは、木崎です。今日は、福岡県久留米市の激安グルメを紹介したいと思います。JR 久留米駅近くのこちらのお店。看板の日替わり定食500円で驚いていたら、中のメニュー表は驚きの価格、ちゃんぽん400円。来ました。こちらが400円のちゃんぽん。見た感じ野菜多く美味しそう。具が多すぎてなかなか麺が出てこない。麺がもちもち最高です。ちゃんぽん以外のメニューもどれも安く、コスパがいいのでおすすめです。JR 久留米駅徒歩5分という近さも魅力の一つです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、九州福岡を中心にグルメを紹介しています。チャンネル登録お願いします。